ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、受け取りを拒否するなという話を、していきたいと思います。人生生きているとですね、どうしても受け入れがたいような、現実にね、直面することあると思います。全くね、こう浮き沈みのない人生を過ごせる人っていうのは基本的にはいないと思うので、やっぱりいい時もあれば悪い時もあるんですけども、まあ、この悪いことが起こった時、まあ、悪いっていうのはね、自分がそういうふうに解釈してるからそう思うだけなんですけど、この悪いことが起こった時にその受け取りをですね、拒否するのをやめましょうというのが今回のお話になります。まあ、分かりやすくですね、説明すると、例えば自分ですね、まあ、1000万のね、例えば借金があったとした時にですね、もう嫌だ嫌だってね、それをこう、そのことばっかりを考えてしまう、こんなはずじゃないとか、なんで俺ばっかりとかね、そういう、こう悲観的に問題に対して向き合ってしまって、その現実を受け入れるっていうことをしないってことですね。これが受け取りを拒否するという状態です。で、そうではなくて、まずはその現実を受け入れましょうってことです。その現実から逃げようとするのではなく、それをもう受け入れることが大事なんですね。例えば何でしょうね、こう自分が何か障害を持ってね、生まれてきてしまったとか、例えば片腕がなかったとかってなった時に、それをどう捉えるかですよね。自分はもう片腕がないから不幸だって思うのか、ね、じゃあこれはもう受け入れて、自分はこの体でこの人生をね、幸せに過ごしていこうって前向きに生きるのか、それによってその後の人生って違うと思うんですよ。やっぱり生まれた境遇も環境も、ね、人それぞれ違うと思うんです。決して全ての人が恵まれた環境からスタートしてるわけではないと思うんですけど、やっぱりね、一般的に見るとそういう恵まれていない境遇の人であってもですね、やっぱり中には成功したりとか幸せになったりした人もいっぱいいるわけですよ。だから決してそれが全てのね、自分の人生を作っているわけではなくて、その後ですね、後天的に自分で切り開いていくこともできるということなんですよ。でもここで受け取りを拒否してしまって、いつまでたってもですね、嫌だ嫌だっていうふうに言ってると、全然こう現実が好転していかないんですよね。さっきの借金の問題で言うならば、ね、うわ借金が借金があって嫌だ嫌だっていうふうに、まあ、こう逃げよう逃げようっていうふうにね、こう思考的にですよ、考えてしまうと、そして問題思考だと思うんですよ。問題にフォーカスしますよね。借金借金っていうふうに問題にフォーカスしちゃう。でもじゃあその現実を受け入れるとどうなるかっていうと、まあ、確かに自分はもう借金があると、もうこれはもうどうしようもない、もうとりあえず受け入れようと考えてもしょうがないからってね。それ以上だって別に考えたところで借金が帳消しになるわけじゃないから、だったらもう考えてもしょうがないわけですよ。じゃあどうするかっていうと、今この事実を受け入れて、じゃあ自分はどういうね、身の振り方をしていくのかってことを考えるってことです。そうすると問題思考ではなくて解決思考に変わるんですね。さっきはこうね、どうしようどうしようとかね、嫌だ嫌だとかね、なんで自分ばっかりみたいな感じでこう問題にフォーカスいってたじゃないですか。そうすると全然こう解決策は考えてないわけですね。とにかくその問題が嫌だっていう形でこう逃げよう逃げようとしてしまうわけです。でもそれをもう受け入れて、これがもう自分の人生だから、自分に与えられた運命だから、ね、これをじゃあこの状態からどうやって人生を良くしていくかってことを考える、これが一旦受け入れる、受け取るってことですね。受け取って、そのね、現実を受け入れて行動していくっていうことです。まあ、言うならばですね、こう家に行ってピンポンってね、まあ、この玄関が鳴ってガチャって開けたら、こう荷物運んできてる人がいてね、その荷物の中身が一般的に見ると、まあ、問題の種と言われるようなね、もの、まあ、自分にとってのなんか障害だったりとかね、苦難だったりとかするわけです。で、多くの人はそのピンポンってね、ドアが鳴ってガチャって開けて、配達員がいて荷物見たらね、すごくまあそういう嫌なものだったりするんですよ。そうすると受け取り拒否するんですね。あ、いらないです、すいませんって言って、でもまた翌日も来るわけです。ピンポーンって、はい、お届け物ですって言ってね、でまた拒否するわけですよ。嫌で欲しくないです、いらないです、受け取りたくないですって言って拒否すると、でも拒否しても拒否しても毎日来るんですよね。だったらもう受け取っちゃいましょうよって話ですよ。で、その問題ってね、そのギフト、まあ、要するに配達員が運んできた箱ですよね。一般的にはありがたくないもの、こんなものいらない、むしろ欲しくない、
絶対受け取りたくないって思うんですけど、その問題には実はギフトもですね一緒についてきてるわけですね。ただ表面的にはギフトに見えないわけですよ。っていうのはやっぱり人間が成長する瞬間っていうのはね、問題を乗り越えた時に初めて成長するわけです。だから問題と成長っていうのはセットになってるわけですね。問題が起こらなければ人間って成長しないから、なぜならそれを、ね、改善しようとか良くしようとか乗り越えていこうっていうふうに思わないわけだから、ほとんどの人、まあ、僕も含めそうですけど、人間ってね怠惰な生き物なんで、何一つ不自由がなかったら自ら努力してねさらに良くしていこうっていう人は本当に少ないんですよ。大抵の人はこのままでいいやって言ってね、ずる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 流れていって何もしない、自ら成長しようという行動も起こさない、問題もないわけだからね。でも問題が起こったらそれをもう対処せざるを得なくなるわけじゃないですか。そうするともしその問題を解決することができたら、その問題を解決するっていう能力が身につきますよね。例えば自分が借金じゃ1000万抱えていたとして、是が非でもねこの借金を返すんだっていうふうに頑張って1000万返せるようになったとするじゃないですか。そうするとね、自分はこれだけの借金を返した経験があるとか、自分はこれだけのお金を稼いだっていうね実績があるとかっていうのが自分の自信にもつながるし、実際それがねそれがきっかけですごく大きなね収入を稼げるようになったとしたならばですね、その最初自分にやってきた借金1000万とかっていう事実はギフトになるわけですよ。それがなかったらそういう現実って得られなかったわけだから。だから問題の受け取りを拒否するってことは、同時にこう成長への受け取りも拒否するってことです。でもここで一つポイントなのは、受け取りを拒否したところで問題っていうのは常にやってくるってことですよ。断り続けてね、いらないですいらないですって言ってもずっと来るんですね。そして仮にその問題がね去ったとしても、同じような問題がまたやってくるんですよ。人間関係で言うならば、会社の、ね、上司と反りが合わなくて、上司の、ね、人間関係が嫌で辞めたとしますよね。で別の会社に転職して行ったとしても、また別の会社で同じような人間関係のトラブルとかね、ストレスが発生するわけです。一時的にその場はね解決したとしても、また別のトラブルが起こるということです。そこはもう自分が受け入れて、じゃあ自分が変わればいいんだと、そういう物事に対する向き合い方がそういう風になってるから、そもそもそういう現実ができてるんだってことを気づけばですね、自分が変わればその現実も変わる、見え方も変わるっていう風に思うと、自分を変えていこうっていう風に思うわけじゃないですか。もしね人間関係が嫌なんだったら、その人間関係に対するですね、まあ、スキルを磨くとか、あるいはその物事を解釈する、まあ、そういう能力を身につけるとか、もしくは自分で稼いで自分の力で生きていくっていう道を選ぶとかね、いろいろできるわけですよ。でも嫌だ嫌だ嫌だっていうだけで何もしないっていうんだったら、まあ、この嫌な現実がずっと続くだけっていうふうになってしまうので、まあ、最初の方に軽く言いましたけど、正直その問題が発生して、でそれをもう考えても仕方ないんですね。考えても問題っていうのは解決しないから。だからそれはもう受け入れるしかないですね。こういう事実があるとね、自分は、ね、例えば手がこう片腕がないんだったら、もうそれを考えても手がこう生えてくることはないわけじゃないですか、ね。ちょっとなんか例がどうかと思いますけど、例えばそういう感じだったとしたら、考えてもしょうがないから。じゃあ今自分はこの状態で、ね、この体でどうやって生きていこうっていうふうに考えてです。だからこうね、そういう障害をお持ちの方でも、例えばパラリンピックで大活躍されている方とかね、そういう方たちっていうのはやっぱりそうやってハンディキャップがありながらも、その体で自分のねできることを精一杯やろうっていうふうにやってるから、ああいう大きなね功績を残したりするわけですよ。でもそれを嘆いて、自分はなんて不運なんだ、ついてないんだって言ってたら、やっぱりそういうことって達成できないと思うんですね。だからそういうふうに、まあ、問題が起こった時、特に大きな問題っていうのはね、僕たちはこう逃げたいとか避けたいっていうふうに思うんですけど、それをしてもですね、やっぱりこう問題っていうのは常に追いかけてくるし、いつまでだってもね、その問題っていうのはなくならないので、だったらもうそれを受け入れましょう、受け取りましょうとかですね、ピンポンって、ね、玄関が鳴ったらガチャって開けて、ね、配達員が箱持って立ってたら、ありがとうございますって言ってね受け取って、でその中身を開けてね、うわこんなのが来たかみたいな、よしよし任せろ俺に任せろみたいな感じで、じゃあね、それをこう対処していくわけですよ。で最終的にそれが受け取ったものがね、いろいろやってたら、実はそれがねすごく何だろう、自分にとってね、あこれ欲しかったんだよっていうものに変わったりとか、まあ、プラモデルみたいなイメージですよ、うん、そこめんどくさいプラモデルね欲しくもないのに届けられて、それこう組み立ててたら、最終的にはすごい自分が欲しかったものがね出来上がったみたいなイメージですけど、まあ、そんな感じなんですよね。だからこうまあ、問題って絶対起こるし、生きてたら。でそれに対してその都度ですね、まあ、こうマイナスに向き合ったりとか、悲観的に考えたりとかねっていう風になってしまうと、
その問題にフォーカスすればするほどネガティブな意識が強くなってしまうので、だったらもう考えてもしょうがないからこう、ね、受け入れましょうと思います。で、考えれば考えるほど、ね、その拡大していくんです、現実が。例えば自分が借金があったとして、あ、借金がある、借金があるって考えてたら常に借金が頭の中にあるじゃないですか。でも例えば自分がゲームしててすごく、ね、楽しい時って借金のこと考えてなかったりしますよね。ってなるとどうなるかっていうと、その瞬間は借金っていうものが消えてるわけですよ、自分の現実から。考えてないわけだから一切。でも考えた瞬間に現実に生まれるんですね、パッと現れるわけです。だから考えないっていうのはすごく大事なんですね。考えちゃうと現実に現れる。楽しいことやってるとそういう嫌なことを忘れるじゃないですか。で、その嫌なことを忘れてる瞬間っていうのは、その嫌なことってのはその瞬間には自分の現実に存在してないわけですよ。だからそういう状態を作るためにも、もう考えても仕方ないからとりあえず受けて入れて頑張りましょうってことです。で、やっぱそういうネガティブなことを考えれば考えるほどエネルギーをどんどん奪われていく、いわゆるその意志の力というものですけど、それを奪われていって行動力がね下がったりとか、決断ができなくなったりとかねっていうことにつながってしまうので、そういう問題とかね、ネガティブな出来事っていうのはもうとにかく受け入れて、じゃあこの状況をどういうふうにね、自分は良くしていこうってことだけにねフォーカスしましょうというのが今回のお話です。